はい、皆さんこんにちは。ロボット大好きお絵かき玩具チャンネルロボラボです。さあ、今回は漫画の思い出をちょっと皆さんと語り合いたいと思いまして、まあ、特に80年代ティーンズの僕がですね、まあ、青少年時代に土直撃だった作品、桂正和先生のウィングマン、まあ、ウィングマンを思い出す動画はこれで3回目なんですけども、まあ、前の動画だとどっちかっていうとこうウィーナー・ウィーナルド、あのメカの方をね、まあ、取り上げたんですけども、まあ、今回はご本人の方、まあ、かつてメディコムトイから発売されたリアルアクションヒーローズのウィングマンのバージョン2の方です。まあ、我が家にあるウィングマンの立体物の中では一番高価で、まあ、僕の宝物ですね。今日はこれで遊びながら、まあ、個人的に僕の思い入れのある80年代の漫画なんかの話もちょっと交えられたらと思ってます。ぜひ最後までお付き合いください。そしてまたチャンネル登録やグッドボタンもよろしくお願いします。あとツイッターもやっております。フォローまだの人はぜひ。2008年に発売されて定価が 18,480 円。まあ、ただ僕これの前のバージョン1の方も普通に買っちゃってたんで、これで2体目だったんですけどね。まあ、開封は前の動画の時もやったんですけれども、もう一度出しますとこんな感じ。まあ、桂正和先生の作品だと、まあ世代によってはまあ合図の方とかでまあ直撃だったっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、僕はどっちかというとこの作品のところに思春期って感じですね。まあ、前の動画でも言いましたけど、ウィングガールズの中で一番好きだったのは葵さんです。で、次が桃子ちゃんで、こっちのブリスターにはウィングのパーツが入っております。これがディスプレイスタンド、まあ、自立は大変なアイテムだから。確かこれバージョン1の方にはウィングついてなかったんじゃないかな。赤いのと黄色いのがね、購入できるというチケット。これ全部買った人ってどんぐらいいるのかな。ウィングはマグネットで背中に取り付けなんだけど、だいぶ傷んでますね。まあ、なんかすごいことになってんですけど、なんか砂場にマグネモのジーグ持ってった時みたいになっちゃったよ。まあ、大きさは約30センチ。いや、これがね、本当にあの頃欲しかったやつ。まるで昔桂先生がコスプレしてた時のスーツみたい。で、この頭部はバージョン2で新規造形だったみたいだけど、これ先生の監修が入ってるとのことです。うん、いいですね。アニメ版だとこの口に当たる部分の作画がなんかたまにすごい大きい時があって、まあ、ちょっと違うなと思ってたんですけど、この角は硬質のパーツだね。スパイラルカットはね、これ取り外せません。胸のパーツは軟質パーツ、そして腰にはドリームカセット、それとクロムレイバーで、このバージョン2になってスーツが、まあ、ビニールといいますかレザー調といいますか、まあ、材質が変更となっております。まあ、伸縮性はあるってパッケージには書いてあるけど、ただ実際動かすとなると、特に腕なんかはもう可動範囲があんまりないですね。このスーツの弾力で元に戻っちゃうって感じで、まあ、結構縫い目が破れそうで怖いよ。特に肘がすぐ元に戻っちゃう、まあ、目いっぱい曲げてもこんぐらいかな。いや、でもなんか堀川亮さんの声が聞こえてきそうだよ。ガトー！あ、違った。僕先に買ったバージョン1の方はすでに処分しちゃったんですけども、ただ今思えば、まあ、あっちのスーツは本当にいわゆる布だったんで、まあ、関節稼働はさせやすかったと思うんで、アクション用のスーツとして取っとけばよかったなって思います。いや、もう股関節とかスーツがピッチピチになっちゃってるよ。でもね、膝は結構曲がります。中の人の可動箇所的には結構多いはずなんだけどね。で、足首はもうこういう造形なんでほとんど動きません。まあ、でも今日は頑張ってリスクを覚悟でポージングさせて遊んでいくよ。まあ、何しろ足首も動きませんから、立たせるのはね、本当に絶妙なバランス感覚が必要。よし、後半は付属品で遊んでいこう。この辺が交換用手首、まず開き手と、あと必殺技のデルタエンドを再現する時のポージング用の手首も付属しております。これね、ショックって感じで。あとは武器持ち手、
そしてこちらが使用時用のクロムレイバー、絵の部分が抜けるようになってますから、これで持ち手に持たせます。で、手首のジョイント部分はこの軸が稼働するようになってます。よし、じゃあ早速持たしてみようかな。腰のクロムレイバーは取れるんだっけか。うわ、なんか癒着してそうで怖いな。あ、取れますね。よし、できた。ネビラチェーンじゃなくてクロムレイバー。よく考えたらこのウィングマンも2023年年明けたらすぐに連載開始40周年ってことになるのかな。まあ、ウィングマンは本当女の子の絵が可愛いってのがありましたけど、でもそれで言うと江口久志先生のイラストとかも当時すごい好きでした。じゃあ先ほどのウィングを取り付けてみましょう。この接続部分でスイング稼働できるようになってます。マグネット接続できるように素体が改良されてるようですね。あとウィングマンの他もこの当時の少年ジャンプはすごかったですよね。もうどんどんアニメ化されてたしね。あと僕個人的にジャンプ以外で好きな漫画だと、あのサンデーの上條敦先生が書かれていた遠いって漫画わかります？あれもすごい絵が綺麗だったんですよ。やっぱり腕を横に広げるのが大変なんだけど、よし、なんとか構えられたかな。ファイナルフラッシュじゃなくてファイナルビーム。で、実は以前開封した時にこの腕のこっち側かな、この辺の縫い目がほつれてまして、で、補修済みなんですけれども、使ったのがこれ、ダイソーで買ってきました。その後どうかなと思ってたんだけど、ちゃんとくっついてますね。うん、大したもんだ。一度布につけると取れませんって書いてあるからね、頼もしいな。あと気づいたらこの腰のあたりもちょっと糸がほつれてるように見えるんだけど、これ元々かな。今日結構腰動かしたからね。今先ほどからお見せしているように腕の方がちょっと極端なポーズを取らせるのが難しいので、だからデルタエンド絡みのポージングとかはちょっと難儀しましたね。あと素体の問題で足をぴったり揃えたりもちょっと難しい。まあ、そんな感じでちょっと動かしづらいところはあるんですけども、でもね、飾ってるだけで個人的にはもう見とれてしまうんで、やっぱり僕にとってはこれは宝物かな。今日は僕がティーンズの頃の思い出の漫画も少し語らせていただきましたけど、皆さんのね、思春期の頃の思い出に残ってる漫画、それもちょっと今日はコメント欄とかで聞かせていただけたらなって思います。80年代じゃなくても90年代、2000年代、いつでも OK です。じゃあ今日は、お絵描きについてはもう剣棒を描いたのを出しちゃったんで、エンディングについてはちょっとおまけ動画をご用意しておきました。桂正和先生の他の作品ってことで、Z マンのフィギュア、ちょっとこちらを一緒に眺めながらお分かりしていきたいと思います。これ以前リボルテックで出たやつ。 Z マンの立体化はなかなかないんだよね。いつも皆さん楽しいコメントありがとうございます。前回動画はモデロイドのブレンパワード U ブレンを作ってみたんですけれども、いや皆さん素敵なオーガニック的なコメントをたくさんありがとうございました。やっぱりロボット魂版以外にもモデロイド版も気になってた方、購入した方いっぱいいらっしゃったようなんですけれども、この後のグランチャーも楽しみにしてる方とか、とりあえずネリーブレンとかバロンズーとかの試作品も出てたんでしたっけ。続いていくといいですよね。僕と同世代ぐらいの方々だと、若い頃に富野監督の作品を見てらっしゃったと思うんですけども、でも白くなった頃の富野監督作品をご覧になってないという方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、
まあ、そういう方々にもねブレンパワード、まあ、機会があればご覧いただきたいなと思います。セリフ回しが本当に印象的だから、まあ、その辺はねご覧になってる方はコメント欄に、まあ、名台詞を書かれてたり、あとオープニングがね、まあ、ある意味ぶっ飛んでるという点にも触れられてましたね。おなどと話はつきませんが、そろそろお別れです。次回も僕のお気に入りのおもちゃで一緒に遊んでください。じゃあその時まで皆様ごきげんよう。またお会いしましょう。さよなら。